日本語の種こんにちは、ゆみです。このポッドキャストは日本語を勉強している人のために作りました。繰り返し何回も聞いてください。今、アメリカはホリデーシーズンです。11月下旬のサンクスギビングデー感謝祭からユダヤ人のハヌカ、クリスマスなどが順番にやってきます。 クリスマスプレゼントのお買い物で結構お店も混み合っています。私は節約家なので普段あまりショッピングしないのですがこの時期だけは例外で思い切って高いものを買ったりします。3年くらい前には包丁のセットグローバルという日本のブランドの包丁セットを買いました。 その後はダイソンの掃除機もこの時期に買いました。子供もたちにもこの時期は何かと買ってプレゼントします。家族でプレゼントを交換するのは楽しいですね。アメリカではクリスマスでその年のホリデーシーズンおしまいですが、日本だったらお正月が待っています。 日本のお店は一晩で洋風の雰囲気からガラッと純和風の雰囲気に変わります。お正月気分がぐっと高まります。お正月になれば家族、親戚が集まって子供もたちはお年玉をもらって大喜び。大人はおとそ、お酒を飲んで朝からいい気分になります。 どうして真冬にこういったおめでたいイベントが目白押しなんでしょうか世界中そうなんですからちょっと不思議ですよね。昔こういう説を聞いたことがあります。冬の一番寒い時は雪が降って空も暗いし太陽が出ている時間も短い。 人の心も暗く落ち込みがちになります。でも、こういう時に家族が集まって美味しいものを食べたりパーティーをすると気分が上がって楽しくなる。暗くて辛い冬を乗り越えやすくなるんだという説です。なんだか一理あると思いませんか確かに 冬にこういったホリデーシーズンがなかったら暗くて厳しい冬に心がくじけてしまいそうですもんね冬でも楽しくワクワクしたいという人々の心の表れなのかもと思いますあなたも楽しいホリデーをお過ごしください このポッドキャストのトランスクリプトが欲しい人は、まことプラスメンバーになってください。www.thejapanesepage.com// まことを見てください。それではまた。日本語の種でした。